しかしこれだけで路面がスムーズならグラベルバイクでも結構十分走れそうですね。ここからはね、有名なフルームトレイルですね。トンネルクリークトレイルヘッド、まあ、さっきのカフェまでバイクチョップまで 7.4 マイルなんで、まあ、大体10キロちょいですね。なんかさっき聞いたらすごく狭くて、ブラインドコーナーが多いんで、まあ、ハイカーには注意しろっていうふうには言ってましたけど、確かにね、砂地ですね。このマーレットレイクで取れる、トラウトらしいですけど、なんかここでなんかトラウトを、採取して、そのなんか卵をねレイクタホに放流してるようなこと書いてましたけどね。じゃあトレイルに入りますか。あれはダムですね。おお、このシングルトラックがね、10キロ続くとやばいですね。すごいな。いやー、やばいっすね。Thank you.
いやこれめちゃめちゃいいですね。確かにね、砂地でちょっとねタイヤにまとりつく感じありますけど、すごく走りやすくて、あと結構路面がね砂なんで、多少の雨とか雪でもね全然ダメージなくて走りますね。いやーこれ10キロ平坦はやばいですね。微妙にね、微妙にアップダウンがあるんですけど、それがまた気持ちいいんですね。今ね、あの湖の北側から南側か北側に向かって走ってるんですけどね、あの雪がね、なくなってきて走りやすくなってきましたね。まあ大体このトレイルは僕が走ってる南から北に向かって走るのが普通みたいで、ほぼね逆走する人はいないそうですけど、まあその逆走するバイクには気をつけるというふうに注意されました。はい、いやーでもこれ生田方を見ながら10キロのシングルトラックは素晴らしいですね。もう湖がね本当に青いんですよね。なんかあのこの規模の湖がこの標高1000超えの場所にあるのは、まあ、世界一らしいんですよね。で湖の深さは、世界で2番目でしたかな。はい、いやでもこのフルトレイルはフルサスペンションいらないですね。ハードテールがいいかもしれないですね。ちょっとねフルサスで来ちゃうと持て余すというかね、ちょっとこう満足はできないかもしれないですね。ちょっとね GoPro のね電池の消耗がすごく早くて、もうこれね電池2個目なんですけど、いやーすごいな、色がねやばいですね。色がちょっと熱くなってきましたね。いやートレイルのコンディションがねこんなにいいと思わなかったですね。いやーでもこれあんまり左側を見てね走るのは嫌ですね。なんかちょこちょこね左側に落ちたら死ぬぞっていうねすんごい崖があって、もちろんね柵もガウレルもないんで落ちることはないですけど、まああの辺とかね落ちたら嫌ですね。まあ、ただすごいのはねずっとこう携帯電話のね T モバイルなんですけど電波が入ってるんで、まあ何かあった場合はねレスキューは呼べるんでしょうけど呼びたくはないですね。いや落ちたくないですね左側に。あハイカーが乗ってくれましたね。 Thank you。 なんかねここのフリームトレイルは曜日かな、曜日か偶数かなんかそういうやつで、なんかあのハイカーしか走れない日、マウンテンバイカーしか走れない日というふうに決まってるみたいで、今日は火曜日ですけど火曜日はマウンテンバイクが走れる日みたいですね。なかなかね合理的ですね。トレイルをねマウンテンバイク専用に作るのは結構大変ですけど、まあ曜日によってね分けてしまうっていうのはすごくね今までいろいろトレイル行ってますけど新しいパターンですね。めっちゃ凍ってますね。
崖が、いやもうどんどん終わってますけど。とにかく湖の色がねすごいんですよね。いやーでもこれ右側がねすごい岩場で、ちょっとした岩でも降ってきて当たったらね死んじゃうと思うんですよね。あのね、こういう左側にね岩が積んであるところは、まあ押したら死ぬぞっていう合図、あのサインですね。やばいっすねこれ。いやー湖の色がほんとすごいっす。ここはね多分その落石がすごいんでバイクはね押していけって書いてますね。ああ確かにね、確かにねだいぶ崩れてますね。押したら死にますね。はい、なんかリスがねめっちゃ走ってるんですよね。なんかねこの辺は前半よりもちょっと幅が広くなって比較的恐怖感がねナイトレールになってきましたけど、だいぶ北上しましたね。確かにこういうねブラインドコーナーが多いんでハイカーには注意ですね。はい、ああいう岩があるところは落ちたら死ぬよってサインですね。10マイルって書いてますけど、どっから10マイルやったんやろ。最後はねバイクショップまでダウンヒルなんですけど、そんなね激しくなくてハードテールでも十分走れるような取れるらしいんですけど、まあ雪なんでねちょっと心配ですね。ちょっと気温がね下がってきましたね。ちょっとこのグローブじゃ若干辛いですね。今の気温が何度だ、
はい。レンタルですかね。はい、帰ってきました。